皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回は富士見マーク2の制作パート2で、新しいツールマジカッターを使ってみたり、他にもインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずは届いたばかりのマジカッターを使ってサンルーフを開口していきます。マジカッターは超音波カッターで、クラファンを通じて購入しました。小型でコンパクトで軽量、さらに電源は USB タイプ。現在流通している他社の超音波カッターは、電源部分だったりコントロール部分だったりでかさばってしまうのですが、このマジカッターは全てがコンパクト。いざ使ってみると当然ですが、力もいらずスーッとプラ部分を切断することができました。コンパクトなので角部分の取り回しも楽々。切断部分はポテタカのような切り口ですが、ペーパーヤスリで調整すれば問題ありません。ドアの開閉加工をするにはもってこいの時短ツールですので、今後は重宝していきたいと思います。次にホイールアーチのメッキモール部分がモールドされていないので、 0.25mm のプラ材を使いディキールアップしていきます。まずはプラ材をカット。接着はタミヤの瞬間接着剤を薄く伸ばしながら、アーチの真ん中からプラ材を接着。次にアーチ左部分、右部分の順に少しずつ貼り付けていきます。残った部分はデザインナイフでカット。最後にペーパーヤスリで整え完了です。リアスポイラーは引けがあるので、タミヤのイージーサンディングという瞬間接着剤で埋めた後、ペーパーヤスリで整え、再度下地塗装をし、本塗装の準備が完了です。続いてボディ塗装です。 GX81 型の前期型マーク2に用意されていた純正カラーは全部で7色。キットのボックスアートにもあるミストグレーメタリックにブルーマイカ、珍しいカラーではダークレッドマイカ、オプションカラーのツートンではパールストリームトーニングなどが展開。この中から今回はスーパーホワイトをチョイスし仕上げていきます。準備したカラーは隠蔽力が強く、パキッとしたホワイトに定評のあるガイアノーツのアルティメットホワイト。このカラーをガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシで吹き付けを行いました。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装をしていきます。次にエアブラシを使用した塗り分けです。まずは塗装前に準備を。インテリアパーツのシートですが、裏面がガラ空きなので、1.5mm のプラ板を超音波カッターでサクッとカットし穴埋めを。ヘッドレストの箇所と裏面の隙間には UV 硬化パテを埋め込み、ブラックライトで固めたらペーパーヤスリでならし準備完了。まずはエボブラックから塗装を始めていきます。シャシー裏はマスキングをし、マフラー太鼓部分などにはフラットアルミ、パイプ部分にはスーパーチタンを塗装。カバー類や燃料タンクにはツヤありのブラックを塗装し、コントラストを強調です。インテリアはサンディーブラウンとマホガニーの2色をベースに色を入れていきます。サンディーブラウンを塗装した後、マスキングを経てマホガニーを塗装。あとは筆で細かいカラーを入れていきます。次に筆を使用した塗り分けです。
塗り分けていくのは主にインテリアパーツ。まずはダッシュボードパネルのベースにラバーブラックを塗装です。塗料がしっかり乾いたら、パネルのボタン類とエアコンルーバーなどにはエナメルのセミグロスブラックを塗装。リアシート後方のスピーカーには墨入れ塗料ブラックを入れておきます。その後、爪楊枝の先端を細く削り、ボタン類と液晶の下地とし、シルバーを入れていきます。シルバーがしっかり乾いたら、オーディオ部分の液晶にはクリアオレンジ、シフトポジションマークのニュートラルや時計部分にはクリアグリーン、ハザードボタンや 3D 出力したシートベルトバックルなどにはレッドを入れていきます。最後にシフトレバーのシャフトにフォーアーティストマーカーシルバーを塗装し、塗り分け完了です。次にデカールの貼り付けです。古いキットなので、デカールはこのまま使うとおそらく粉々になってしまうと思い、リキッドデカールフィルムを塗り込み、デカールを再生しておきます。リキッドデカールフィルムを塗り込んだことにより、塗り込んだ箇所は1枚のフィルムの状態になってしまうので、指定のデカールはしっかり形状通りにカットしなければいけません。カットしたデカールをボディやメーター部分に貼り付けたら、使わなくなった筆や綿棒で水分と空気を除去。メーター部分はデカールの保護とケースの再現としてレジン液とブラックライトで固めました。次に下回りの組み立てです。今回は車高を下げたりなどは特にしないので、説明書通り組み立てていきます。もし車高をいじる場合は、シャフトが固定される箇所の高さを変えてあげればいいので、プラ板などを使い高さを調整していけばいいと思います。フロントのパーツ、リアのパーツと順に組み立て、マフラーパーツを取り付けたら下回りの出来上がりです。最後にインテリアの組み立てです。ダッシュボード内の T シリンダー部分は 0.8 ミリのピンバイスで穴を開け、配給パーツのマイナスモールドを取り付けました。その後、ダッシュボードにハンドルパーツ、リアシート後方にはスピーカーを取り付けていきます。フロアマットはダイソーのフェルト生地よりブラウンを選び、サイズを測りカット。セメダインハイグレード模型用接着剤で接着していきます。リアのセンター部分は両面テープを使いました。その後、シート部分にはシートベルトバックルを取り付け、フロントシートは台座に接着。ダッシュボードを取り付けたら、シャシーに組み込み、インテリアの出来上がりです。シンプルなパーツ構成の割にはものすごくリアルなディティールなので、これはこれで不死身の傑作なのかもと思っております。今回は以上です。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。